こんにちは、ソータです。こんにちは、飯島です。ねえねえ、飯島先生。はいはい。いきなりですけど。うん、何ですか？今度理科大の経営学部に新しい学科ができるって聞いたんですけど。うん、そうなんです。なんかデザインってつく学科のようなんですけどね。ああ、国際デザイン経営学科のことだね。そうそう、国際デザイン経営学科。どんな特徴があるのかちょっと説明していただけませんか？はい、わかりました。今私たちの身の回りには海洋プラスチックごみや温暖化などの地球規模の問題や遠隔授業で対面授業を早くしたいといった身の回りの問題が溢れてるよね。不確実で先が見えない時代だと言われてるんですよね。うん、よく知ってるね。そうなんだよ。そんな時代に求められているのは社会や生活者の目線から事業を構想する力、こういうのが経営に求められてんだよね。そうなんですね。そんな力を身につけるにはどんなことを学べばいいんでしょうか？うん、そうですね。では説明をしましょう。この国際デザイン経営学科のカリキュラムの特徴は、入学直後と卒業直前に2つのデザイン志向のプロジェクトを用意していることなんだ。そしてそれが国際系、デジタル系、デザイン系、経営学系の4つの科目群からなる学びに挟まれたサンドイッチ構造のカリキュラムになっているんだよ。デザイン志向って今流行ってますけど、入学してすぐにプロジェクトがあって、いろいろ学んでから卒業前にももう1回プロジェクトがあるんですね。そうなんです。へえ、なんか実践的なスキルが身につきそうな学科ですね。もう少し詳しく国際デザイン経営学科の学びについて見てみましょう。はい。国際デザイン経営学科では経営学のベースの上でデザイン表現のスキル、デジタル技術の基礎知識、そして異文化への対応力を3つの柱を学ぶんだよ。へえ、そうなんですか。これから一つずつ説明していきますね。はい、お願いします。はい、わかりました。デザイン表現のスキルなんだけれども、デザイン系科目の講義や演習を通じて生活者に寄り添い、その見えないニーズや課題を拾い上げる観察力と共感力を養うことができるんだ。へえ、そうなんですか。共感力か。僕ロボットだから不足気味。2つ目の特徴はデジタル技術の基礎知識を身につけてもらおうってことなんだよね。デジタルですか、うん、でも経営学部ですから技術なんか知らなくてもいいんじゃないですか？いやいや、そんなことないよ。これからの製品やサービス、そして社会制度なんかもデジタル技術を前提にして考える必要があるからね。そうするとデジタル技術の基本原理を理解していないとエンジニアにお任せになっちゃって、それだと使われない製品やサービス、そして国民に優しくない制度ができちゃうかもしれないじゃない？そうか。デジタル技術の基本原理を知っているのでエンジニアと対話できる人になれるんですね。でもどうやってそんな知識が身につくんですか？おう、いい質問だね。1年生で用意しているテック基礎という先端事例を学ぶ科目と、基礎的な数理分野やプログラミングを2年生で用意しているデジタル技術の基礎数理で融合させるんだ。そうか。そうやって問題解決につながるプロダクトやサービスの開発能力を養うことで、デジタル技術とビジネスの架け橋となる人材になれるんですね。そうだね。なんかできそうな気がしてきました。おお、いいね。3番目の特徴は異文化への対応力ですね。異文化って何ですか？ここでは広く考えていて、背景知識や習慣や考え方が違っているってことなんだけど、異なる背景を持ったものがその境界を越えてチームで協力して活動するというのがこの学科の基本方針なので、いろんな場面でそういったチーム活動を用意しているんだよ。へえ、そうなんですか。うん。あと英語についてはトイック換算点で目標設定や進級要件を設定しているんだよ。ということはそれをクリアしないと進級できないということですか？まあ毎年ではないけどね。ふう、安心した。うん、定期的に
英語の外部テストを受けることで卒業時の想定は TOEIC 換算で700点にしてるんだよ。それはすごいですね。うん。あと2年時の前期にアイルランドへの短期研修があるんだけど。 Introduction to European Studies。 おー、いい発音だね。ですね。うん、よく知ってるね。この授業では海外研修に行く前に遠隔会議システムを使って事前に現地の学生とコミュニケーションを取ることになっているんだよ。そりゃすごいな。単に研修に行くだけじゃないんだ。うん、そうなんだ。国際デザイン経営学科、略して IDM はデザインや経営学を学ぶだけでなく、このようにグローバルに通用するコミュニケーション力やデジタル技術の基礎知識も身につく学科なんだよね。そうなんですね。卒業したら引っ張りだこって感じですね。そうだね。4年間この4つの K の科目をバランスよく学ぶことができるようなカリキュラム設計になっているんだよ。いやー、なんか受験したくなってきました。おお、いいね。飯島先生、ご説明どうもありがとうございました。いやー、こちらこそ聞いてくれてどうもありがとう。では皆さん、さようなら。さようなら。